黄金橋、別名、金閣湾大橋は、ロシア連邦共和国沿海地方ウラジオストクの金閣湾に架か,かるシャバリ橋である。ウラジオストク市内と金閣湾を挟んだ、チュルキン半島を結んでいて、全長は 2.1km で、海上の長さは 1388m、主なスパン間は 737m。早くも百五十九年に、当時ソビエト連邦の指導者、 ニキータフルシチョフがウラジオストクをソビエト連邦のサンフランシスコにすることを要求していた。1969年には金閣湾橋は都市開発計画に含まれていたが建設はまだ開始されていなかった。この橋の建設は2008年7月25日に始まり、ルースキー島連絡橋、アムール湾横断橋とともに2012年、 APEC サミットに向けた三本の架橋プロジェクトの一つであった。橋は2012年8月11日に正式に竣工し8月13日に開通した。それまで金閣湾の北と南を直接結ぶ陸上交通はなかった。黄金橋はロシア連邦道路 A370 の一部になっている。金閣湾に橋を架けるという構想は十九世紀末に 提唱された。日露戦争、第一次世界大戦、ロシア革命、第二次世界大戦、ペレストロイカなど、様々な時期に、その実施が妨げられた。1959年、ニキータ・セルゲイエビチ・フルシチョフは、ウラジオストクをサンフランシスコよりも優れた都市に、するというスローガンを打ち出した。1969年、橋は、都市開発のマスタープランに盛り込まれたが、 建設されることはなかった。2005年12月30日、沿海地方のセルゲイダリキン知事が、金閣湾に架かる橋の建設についてという法令に、署名し、9ヶ月後に設計入札の結果が発表された。架橋プロジェクトは、合資会社、レンギプロトランス、ギプロストロイモストサンクトペテルブルク研究所、プリモルツダンプロエクト及びレオンハルトアンドレ社からなる。 設計組織コンソーシアムによって設計された。ギプロストロイモストサンクトペテルブルク研究所が、シャバリ橋、トンネル、インターチェンジを含む、プロジェクト全体の総合設計を担当した。2008年6月18日、橋梁建設の競争入札の結果が発表された。元受けは、地方ケアンスカやモストストロイテリナやコムパニアであり、下受けとしてダルモストストロイである。 2009年8月5日、ウラジオストクの金閣湾に架かる橋を支えるために最初の穴が掘削され、2009年9月10日、橋の建設作業員が金閣湾に架かる橋の最初の橋脚のコンクリート工事を開始した。2009年11月17日、ウラジオストク市内中心部の側にある金閣湾を渡る橋の7番目と6番目の橋脚が、 設計の高さに達した。金閣湾の反対側にある最も高い2本の橋柱にコンクリートが打設される。橋梁建設者が橋脚に橋の上部構造を運ぶための一時的な手下田を設置し始めた。2010年1月14日、ウラジオストクの金閣湾を渡る橋の最初の橋脚、バース36のエリアに建設されており、高さ40メートルに達した。 2010年2月28日午前6時頃ナンバー9橋脚の片枠にチャーキン岬側から火災が発生した。おそらく火災の原因は温度範囲を維持するヒートガンである可能性がある。2011年12月12日20時9分にコンクリート片枠が発火し火災はすぐに構造物を飲み込み火災の面積は約500平方メートルに達した。 火災は建設中の施設で最高の第3レベルに割り当てられ、火災は12月13日の2時41分に制圧された。この火災では死傷者は出なかった。2012年4月14日、橋脚の間にシュゲタの中央部が設置され、北部と南部が接続された。2012年4月28日14時30分にシュゲタで最終溶接が完了した。 2012年8月11日、11時に、金閣湾に架か,かる橋の開通式が行われた。2012年以来の3年間、歩行者は橋を徒歩で渡っていた。しかし、沿海地方の検察庁の要請により、裁判所は、沿海地方の道路局の金閣湾を渡る橋での、歩行者の通行を許可した命令を無効にし、2015年8月18日以降、 徒歩で橋を渡ることは禁止された。特に、歩行者の通行がこの橋の設計文書には記載されて、おらず、実際には、橋の維持を目的とした幅0.7メートルの技術通路であることから徒歩での渡し橋を許可する、命令は、テロ対策、輸送の安全性、ロシア連邦の都市計画法に関する連邦法に違反していると指摘された。また、 FSB と合同で計画された検査の後で歩行者通路が閉鎖されていることも指摘された。2014年、沿海地方の統制、会計会議所は当初の最高価格が8億8900万ルーブル、課題計上されていたという事実を明らかにした。2016年、TMK の幹部は1億ルーブルの横領を認めた。建設中を通して、橋には正式な名称がなかった。 市長室や市民活動団体では名前の選択肢があるオンラインアンケートを実施した。ゾーラタという名称は2012年9月3日に都市地名委員会によって正式に承認された。2月11日午後2時55分、溶接作業中に4平方メートルの片枠断熱材が溶接中に火災となった。よく訓練された建設作業者が消火器を使って 消防隊到着前に火災を消し止め、炎症を防止した。金閣湾に架かる橋の建設金閣湾に架かる橋の入り口となるトンネルの建設ウラジオストクの金閣湾に架かる橋は、ナホトカ造船所でブロックに組み立てられたロシアの鋼で作られた。構造体のケーブルステーはフランスのフレシネアンテルナショナルト社が製造した。このプロジェクトでは、 計4車線のトンネルが掘られた。トンネルの長さは約250メートルで、両方向の間には連続した壁が設置された。各方向のトンネルの断面は幅9.0メートル、高さ5.7メートルとなっている。トンネルは改作工法で作られた。公表されている建設費は 2011年現在の価格で179億669万5348ルーブルである。2012年の資金調達総額は198億7720万ルーブルである。 https://www.newsvl.ru/.vlad/.2012/.02/.13/.pohar/. ありがとうございます。